スティーブン・チュー、1948、バラク・オバマ政権1期目で12代目アメリカ、合衆国エネルギー長官を務めた。在アメリカ合衆国日本大使館にて、東北地方太平洋沖地震の犠牲者に対して、弔意を表し記帳した。アメリカ合衆国中殺日本大使、藤崎一郎と1948年2月28日に、 アメリカのミズーリ州セントルイスに誕生する。1970年にロチェスター大学より学士号を1976年にカリフォルニア大学バークレー校より博士号を取得した。その後2年間カリフォルニア大学バークレー校にポスドクとして残り、ベール研究所に移籍してノーベル賞を獲得したレーザー冷却の研究を行った。彼は1987年に ベル研究所を去ってスタンフォード大学の教授となった。彼は1990年から1993年と1999年から2001年に渡って物理学部の学部長を務めた。そして2004年にローレンス・バークレー国立研究所の所長となった。中は物理学、科学、生物学、工学と専門の異なる研究者を 同じ研究所で働かせることを目的としたスタンフォード大学の美を X プログラムに他の3人の教授と共に参加した。現在は単分子レベルでの生物システムの研究を行っている。また、カリフォルニア大学バークレー校の物理学及び分子細胞生物学の教授及びローレンス・バークレー、国立研究所のディレクターを務めている。地球温暖化に関しても、 気候の変化を逆行させる技術を開発しようと、工業界や科学者に訴えかけている。中の運動の中心となるものは、カリフォルニア大学バークレー校石油業界大手の BP、ローレンスバークレー国立研究所、イリノイ大学の前例のない研究協定である。BP は5億ドルを拠出して、バイオ燃料の協会を設立した。 4億ドル近くはエネルギー関連の分子の研究を拡張するのに使われ、世界中の研究者をローレンス・バークレー国立研究所に招いて行われる。1億6000万ドルは3年以内にバイオ燃料の境界を作るのに使われ、中が進める太陽エネルギーの研究にも使われる。ローレンス・バークレー国立研究所とカリフォルニア大学バークレー校は、 世界の代替燃料の研究の中心となっている。2009年1月20日に、バラク・オバマ政権発足に伴い12代目アメリカ合衆国エネルギー長官に就任し、バラク・オバマ政権1期目の4年間を務めて2013年4月22日に退任した。スティーブン中の初期の研究は原子物理学に関するもので、レーザー冷却と原子の補足の実験を行った。 スタンフォード大学では研究の領域を公文し物理学、生物物理学にまで拡大した。現在は生体分子に関する研究と単分子レベルでの生物システムの研究を行っている。彼の教え子は世界中の大学で教授として活躍している。スティーブンチュウはレーザー冷却により原子を捕捉する技術の研究によりクロード公園とヌージ ウィリアム・ダニエル・フィリップスと共に1997年度のノーベル物理学賞を受賞した。その他に1993年にキング・ファイサル国際賞科学部門、1994年にはアーサー・エール・ショーロー賞、1995年にはフンボルト賞を受賞している。彼は全米科学アカデミー・アメリカ芸術科学アカデミー、中国科学院、 中央研究院の会員であり、韓国科学技術アカデミー、王立協会の外国人会員である。科学以外にも、野球、水泳、サイクリングなど、彼には様々な趣味がある。妻は、オックスフォード大学の物理学者であった、寺院中であるが、寺院はかつてスタンフォード大学物理学者のアレクサンダー・フェッターと結婚していた。寺院とは、 ノーベル賞を受賞した直後に結婚した。2歳年下の弟であるモルガン中は弁護士で、かつてアイレルミネラ社の共同経営者であった。スタンフォード大学教授である。ありがとうございます。